皆さんこんにちは、シダックスです。小太郎です。今日はこの床があるのでここで A クラスと B クラスの規定をやっていこうと思います。規定って何っていう話なんですけど、小学生とか中学生とかが決まった演技をして、まあ、それをね試合できそうみたいな感じで、僕らはもう今はやってないんですけど、何年ぶり7、8年ぶりぐらいに挑戦しようという企画です。2人やって完全にこっちの方が負けでしょっていうね、下手でしょっていう方はもう一回どっちかの演技やってもらおうと思いますので。マジかよ。頑張ろうと思います。じゃあ先行後攻決めます。最初はグー、じゃんけんぽい、イエーイ。攻略したコメントで気づいた。もう俺チョキしか出してないんだと思って。後攻でじゃあ先行いきます。それではいきます。じゃあまずコウタロウからちょろっとアップしてから入ろうと思います。ブリッジはお楽しみにしておきたい。俺もお楽しみにするわ。オッケー、うん、ブリッジのアップだけはなしで。なし。小学生の方から先に行きます。簡単な方から。さあアップしっかり。はい。むずいね。うん、で、飛び込むか。うん、うまい。え、幅なくね。こんなないっけ。無理っしょこれ。積んだ。試合でこれだったらマジでもう。だって転倒したらはみ出るやん。うん、まあ、擦らなきゃ OK だからね。で、ここから後転倒立するんだけど。そうだよね。そう。あ、いけるいけるいける。よし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 。激アツ。これだって別に減点ないからな。短パン出てるけど。はいはいはい。いいです。バッテンバッテン違いか。そう。うます。オッケーオッケー。じゃあ次僕アップします。あ、うまい。おー、これこんないいことしてる余裕ないな。ダメダメダメ。あとは端っこ打った方がいいよ、ほんとに。そう、うん、飛び込み前線がもうトラウマなんだよ。めっちゃ いいね。これ逆にやばい。逆に、うん。よーし。待って、爆線爆線っていうのが一番怖い。OK。いいね。いける。9.9 取ったから、全然2で。マジ ?1 位だったから、床。スペシャリストじゃん。そうだよ。床の。マジ？コウタロウより強かった。マジ？昔床苦手だったよ俺。マジ？うん、逆転現象。じゃあ本番いきます。ずるい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 。いや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 、今のうわ取っときゃよかった。今ずるアップしたやん。今それずるいでしょ。もうブリッジや。うわ、ブリッジ成立してなきゃ OK。 減点みたいなもんでしょもう今。やってるやってるやってる。大丈夫。これ違う。これグーって伸びじゃん。いやだってそれもう10回ぐらいやったら1でしょ。もうそれはブリッジ1回やったのと変わんないって。いや口でかっ。ちゃんと挨拶から行くんでね。本当の試合だと思って。シャツいいんでお願いします。小学生は基本揚げパンだから。やってる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 。え、やってるわ。またやってるやってる。そっちもなんならやってるわね。いや
きます。はい、お願いします。頑張っ。まず倒立ブリッジ。おー、うまい、柔らかい。ディープジャンプ、 OK。 頑張っ。展開展開展開、頑張っ。大丈夫、頑張っ。 OK。 丁寧に、よし、いいよ。あそこしっかり、ゆっくり。よし、いいよ。最後まで。ラスト、ロンバクバク中。よし。ありがとうございました。やばいやばいやばい、柔軟が一番やばい。イエーイ。ドラマありすぎるんだけど途中。なんでバランスさ。そこっていう。もったいないとかあったけど、うまいねやっぱ。ブリッジだ、ブリッジ。それ以外結構自信あるんだよね。あの横浜を思い出せ。アップシーン、違う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 。横横横、あれブリッジの不安がすごい。ちょっとでもやっときたいよね、やっぱ。わかるわ、気持ちでしょ。いきます。はい、お願いします。ファイト。はっ。どんまいどんまい。ごめんなさい。もうしません。A クラスのっていう。長い。いつもの倍の内容やってる。きついよ。まあまあ次にかけるわ。次勝てばまあ同点。まあそうだね。負け確定ってことでいいの。内容バラしなかったし俺。そうそう、いや全然だってもう最初で終わってんじゃんもうこれ。どんまいどんまい。ブリッジ。うん、じゃあ次行こう。次 A クラス行きます。中学生の方ね。